こんにちは、市議の長島由志です。今回自粛中自宅でできることということで、僕は絵を描きたいと思います。今 FC 岐阜の公式 YouTube チャンネルで選手の自宅での動画が上がっていると思うんですけども、その中で僕は絵を描くということを選択しました。先に言っておきますと、絵はそんなに得意ではないです。まあでも一生懸命描きたいと思います。で、最近描いた絵で言うと、いろいろ描いたんですけども、中でも時間をかけて描いた作品がこれです。わかりますかね。モナリザです。まあ見てもらったらどんなレベルかはわかると思いますけども、まあ今回はこれを超える作品を描いていこうと思います。で、何を描くかっていうことなんですけど、今回車を描こうということになって、で何の車かっていうのは描き終わって、見てもらった皆さんに、どんな何の車かっていうのを分かってもらえるレベルのを描ければいいかなと思います。使っていくのは鉛筆と、このスケッチブックと消しゴムだけです。ではやっていきたいと思います。大体の形はできました。こんな感じです。うわ、もうこんな時間か。一回ご飯食べよう。できました。こちらです。タイヤ周りの影の入れ方とか結構うまくできたなと思いますね。最初に言ってた目標、モナリザを超える作品できたんじゃないかなと思います。結構満足してます。いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ時間があったらチャレンジしてみてください。また感想とかこんなの書いてほしいとかありましたら SNS もやってるんで、そこで送ってくださると嬉しいです。そして今は大変な時期ですけど、一丸となってこの困難をみんなで乗り越えていきましょう。ありがとうございました。